ははい皆さんこんこにち裏毛バサロンアキーラです、えー、週の半ばでですねまだ出馬票が出ていない時に、えー、中京記念を考えています、えー、どういうふうに考えているのかをお話をしたいなと思います、えー、先週の小倉の6日目、えー、2日目4日目6日目と日曜日のレースが行われて 今週は8日目の小倉の最終日の中京記念となるということです。日曜日のメインレースを並べてみました。この中で騎手のサインからお話をしてみたいなと思います。この3レース、ともに小沢騎手、川田騎手の隣枠が来ています。まずこの2人ですよね。そして プロキオンステークスと博多ステークスでは西村機種の隣枠が連続しています。これが二つ目。三つ目は、どういうふうに考えて川田機種の隣なのかということですね。博多ステークスが、えー。川田機種は、えー、原ンパチルシファー、プロキオンの一着機種。 そして藤岡光太騎手の隣枠も来ています。え藤岡光太騎手の隣枠も、西村騎手の隣枠も、ここ2回だけなんですがえ、どういう意味なのか。この藤岡光太騎手は、桜、えー、リュール、プロキオンステークスの三着騎手でした。わかりますかね。えー前 前の週の日曜日の連帯騎手の隣枠が来ているんじゃないかということです。その前は、プロ級の時は川田騎手ですね。川田騎手の隣枠。川田騎手は大成ビジョンで2着騎手でした。CBC 賞で。ということは、今度博多ステークスの1、2、3着騎手ですね。え福永騎手、松山騎手、岩田騎手。 この隣枠がまず考えられるんではないかと思っているということです。そして福永騎手松山騎手にとっては、えー、博多ステークスで隣枠勝ち枠の隣枠にもいますのでこのどういうふうにこの3人が岩田騎手福永騎手松山騎手がどういうふうに入るのかを見てみたいということですね。まずそれが、えー、枠を指す騎手ということです。 今度はですね、えー、博多ステークスとプロキオンステークスの藤岡浩太騎手と川田騎手の位置を見ていただきたいなと思うんですね。藤岡浩太騎手の隣馬番、ルペルカーリアでした。で、川田騎手から3つ隣がルペルカーリアでした。これがプロキオンステークスの、えー、ヒストリーメーカーと同じになるんではないか。 川田騎手から三つ目、藤岡孝太騎手の隣馬番がヒストリーメーカーであり、博多騎手、博多ステークスのおルペルカーリアは藤岡騎手の隣で川田から三つで、三つ目でした。ということは、その前も見てみますと、え小木の騎手から三つ目、北村騎手から六つ目というのが、 CBC 賞とプロキオンで同じなのがわかります。体制ビジョンの時、CBC 賞で体制ビジョンから3つ離れたところに荻野騎手、6つ離れたところに北村騎手がいて、体制ビジョンが2着をしているんですね。その次のプロキオンステークスでは、荻野騎手から3つ目、北村騎手から6つ目がヒストリーメーカーになりました。ということは、同じことが2回行われている ということですねとということは博多ステークスのこの機種の並び勝ち馬から隣3つ目4つ目5つ目ど誰かが2人で今度の中居記念を教えてくれるんではないのかというふうに見ているということですね。これが使われるか使われないかは分かりませんが一応見てみる価値はあるんではないかと思っています。 えー、そして CBC 賞で大外にいた藤岡騎手大外の騎手ですねその藤岡浩太騎手が、えー、隣枠を指しているのがプロキオン、えー、そしてプロオンステークスで1番の馬番に入っていた松山騎手がまた今度は隣の枠を指しているのが、えー、続いているという見方もあります。ということで小沢騎手の隣枠なのか松山騎手の隣枠なのかはもう一つの意味がある。 ということですね小沢騎手も松山騎手も隣枠を指す可能性があるんじゃないかという話ですで次はですね色々ちょっと色を塗っている馬名のサインはちょっとここではお話をしないで次の写真を見ていただきたいと思います、えー、今度は馬名のサインになりますプロキオンステイクスで、えー、ウィナーな トップウィナー、ナーの隣がヒストリーメーカーであり、原発パチルシファーだったんですが、このナーの隣にメイという文字を持っているヒストリーメーカーという馬がいるんですね。これは2着をするんですが、このウィナーとメイは CBC 賞でどこにあったのかを見ていただきたいなと思います。このスナークスター、ナーの隣が大成ビジョン。 その三つ台に名称、ケイン、メイ、メイ、メイとナーが並んでいるのがわかります。このメイの横がテイエムスパーダで、ナーの隣が大成ビジョンだったわけですね。そしてプロキュオンステークスでは、メイ、メイの隣のサクラリュールが三着で、その外側がゲンバチルシファーが一着となっています。今度は、 えー、トップウィーナーのナーを見ていただきたいんですがその4つ隣にベルテックスという馬がいます西村騎手が乗っている馬ですねベルテックスという馬がいます今度はナーとツクという文字を見ていただきたいなと思うんですねこのナーとツクというのは CBC 賞でシホのレジーナ冒頭ナーですね今度はここを使います そして一番のレインボーフラッグっていう馬名を見てください。この感覚通り、テイエムスパーダの横のナー、そして四、えー、つの名にレインボーフラッグ。このレインボーフラッグとシ法ノレジーナの名前がトップウィナーとベルテックスに当たるんではないか。テイエムスパーダの外にあった馬名は、 ヒストリーメーカーの今度は外の馬名になっているんではないか。わかりますかね先ほどは名、ナーとメイを使いました。今度はナーとつくを使ってるということですね。これでブロキオンの1、2着が CBC 賞の外の名前と同じだということがわかります。今度は博多ステークスでウイっていう馬名とつくという馬名を見ていただきたいんですね。 トッップウィーナーとベルテックス、これがウィン・リブルマン、えー、ルペルカーリアの外側にあるウィですねこれがトップウィーナーと同じそして先ほど使ったベルテックスの「つく」は「ロック U」になりますウィと「つく」の関係がルペルカーリアの外側にあるということですね このルペルガーリアとヒストリーメーカーは同じ馬名で指していることになります。そしてもう一つプラスアルファ、桜アリュールのルーとト,トップウィナーのウィ、これを挟んでいるのがウィン・ディブルマンとフォー・エク・レールになりました。挟まれているヒストリーメーカーと同じ馬名で挟まれているのがルペルカーリアでした。 こういうふうに見ると、次、どう見たらいいのかということですよね。博多ステークスの勝ち馬の横にある馬名は中京記念で隣に入り、そしてその何個か隣には同じ文字が入っているんではないのかということが想像できるということです。そうなると、今度中京記念でどんな馬が出てくるのかを見てみます。まだ出馬表が発表されていませんのでね。 一応、出場予定、えー、要するに登録場というのがあ、アスコルターレからワールドウィンズまで、えー、JRA の登録場、出走登録場の中に登録されていないと出てこれませんのでね、この登録場が今回、中京記念の枠順にどこに入るか、どういうふうに並ぶのかというお話です。 ということは、博多ステーグスの1、2着の隣の馬名を見たらいいんじゃないかということです。1着馬の隣のウィン・リブルマン。そして、フォー・オー・エクレール。そして、ムジカの隣は、名称天文になるということです。名称天文、ウィン・リブルマン、フォー・オー・エクレール。この馬名を持っているのは誰かということですね、まず。 えー、アスコルターレ、アーデントリー、バリアメンテ、点ですね。0、シャレシャーレーポピー、0ですね。ダブルシャープのブルウィンブルマリンのブルですね。ベステンダルク、テンですね。マン・オブ・スピリット、マン、ウィン・リブルマンのマンですね。そしてレインボー・フラッグ、イン、ウィン・リブルマンのインですね。 そしてワールドウィンズ、ウィン、ウィン・ディブルマンのウィンですね。この馬たちが隣の馬名を持っているということです。どういうふうに今回の出馬表を作ってくるのかというのを読みますとなかなか面白い馬名がワールドウィンズと、えー、ミス・ニューヨークこの辺りの馬名が面白いんではないか。なんでそう思うのかというと オールザワールドという馬名と博多ステークスの三着馬の隣の馬ですね。オールドワールドという名前とワールドウィンズは重なりますよね。ワールドという馬名。そしてウィン・リブルマンというのはウィン。ワールドウィンズと三つ一緒の文字が入っていますよね。このあたりを使って来るんではないか。ワールドウィンズが何かをするんではないか。 そして、ミス・ニューヨークのユーですね。ロック・ユーという馬が、えー、博多ステークスでいます。このユーという文字も、うん、珍しい馬となりますので、このユーを使って、えー、こう何個隣になるのかな、えー。ルペル・カーリアから、えー、5つ隣になるので、ミス・ニューヨークから5つ隣、そして隣にワールド・ウィンズ、 ウィ,ンズウィンとユーっていう感じで、えー、出馬表を作ってきたりするんではないかと自分でねこうどういうふうな出馬表になればどこが解明になるのかっていうお話をしていますいかがですかねこれが楽しみなんですよどういうふうな出馬表を作ってくるのかどの馬が隣に入ればいいのか、えー、何個隣に2つの二人の馬で、えー、勝ち馬を教えるんではないかということです かかっていただけますかね。同じようになるということです博多ステークスの結果と,ウィ,とウィンとツクを使ったようにウィンとツクを使ったように今回は博多ステークス先週の日曜日のメインレースの結果から中距離記念が日曜日の同じようにこう誰かがサインをして勝ち馬を教えてくれるんではないかっていうお話です。 えこういうふうに考えておくと出馬票が出た時にえ考えていることを当てはめていけばいい先ほどの棋手の方も同じです。誰誰から何個目誰が隣っていうふうに2つこう考え方があるとちょっとでもこう勝ちどこを狙うのかどこを狙ったらいいのかっていうのが分かってくるんではないかと思います。いかがだったでしょうか。中級記念はままだ出馬票が出がていません 先週ですね、私の嫁さんがですね、コロナにかかりまして、私も濃厚接触者で、日曜日お休みをしていました。ということで、朝の一番から最終まで、函館のレースをこう研究をしてながらね、一日を終えました。えー、すごい一日だったので、ちょっとそのお話をしてみたいなと思います。えー 単内機種の隣枠っていうのをこう先週狙っていたんですが、こうやって1レースから10レースまで、メインレースまでの間ですよね。単内機種がどういうふうに動いていたのかをちょっと見ていただきたいなと思います。まず朝の1レース、単内機種の隣枠4枠が来ました。隣馬番ですね。そして第2レース、単内機種は大外で、えー、隣枠の7枠が来ました。 隣枠ででですすね2回連続ですこれでで3レース目は、えー、この単なる棋士の隣枠は来ていませんこれで3分の2ですよね次は4レース単なる棋士は7枠で8枠が連帯してこれで4分の3ですよねそして5レース単なる棋士の隣枠で両方で決着をしてこれで5分の4になりました 5レース中4枠、4レースで丹内騎手の隣枠が来ているということですよね。今度、6レース。6レースは丹内騎手が2枠で3、3枠が連帯をしました。これで6分の5ですよね。もうこの辺でおかしいですよね。そして、ブルーっていう名前、ブルーロワイヤル。この日は、の色の馬名も探していたので、 えー、隣をかかさしてくれるんではないかこの6レースでここで荒れたのかな、えー、かなりの配当になった丹内棋士の隣枠とブルーロワイヤルの隣枠で、えー、決着をしました、えー、もしかしたらと思っていたんですが次ですよね、えー、7レースでは、えー、グリーンガルブグリーンの隣枠そして丹内棋士の隣枠で決着をしました ここで丹内騎士の隣枠は7分の6ということになっています7レース中6レース丹内騎士の隣枠ですよねそして8レースここで丹内騎士は隣枠は来ませんでしたこれで8分の6になりましたそして今度9レースですよね1枠に乗っていたコスモの丹内騎士の隣枠の8枠のダイムが1着丹内騎士は2着 これで9分の7になりました。そして10レースですよね。えー、丹内騎手は大外、そして1枠の1番の泉谷騎手が連帯して、これで10レース中8レース、えー、丹内騎手の隣枠、そして隣馬番が来ていたということです。えー、10レースの丹内騎手の隣馬番になってますよね。その前は、 え、丹内騎士の隣で大外ですよね。え、その前の8レースはなし。え、その前の7レースも丹内騎士の大外から1と8枠を使って、こう、隣は、隣馬番になっているのがわかります。そしてこの隣馬番っていう意味で、この函館記念を迎えたわけですよね。 そして丹内騎士の隣枠のフェアリーポルカに買い目があるんではないかということで、ここからもうやっぱり買いました。結果は早やっこだったんですよね。このあたりを、この面白さっていうんですかね、サインの面白さ。丹内騎士の隣馬番っていうのは、函館の日曜日のメインデースで隣馬番を指していました。そして今日、函館ステークスのあった日は、当日は、 丹内騎士の隣枠、隣馬番が、えー、10レース中8レース来てメインレースを迎えたということなんです。え隣枠を取るのか、隣馬番を取るのかということがこの日の1日のお丹内騎士の役割だったんではないかと思います。えそして来たのは早やっこ。これも芝山騎士の隣であり、丹内騎士の隣であり、挟まれているこの芝山騎士と丹内騎士の隣馬番は メインレースの函館のメインレースで繋がっていましたのでねここはやっぱり買わなきゃダメだったのかなと私はもうフェアリーポルカに行きましたからねそしてフェアリーポルカの馬名を見ていただきたいんですが12レースに帝王メアリーアリーという文字が入っています同じ馬番そしてレオパルド・ミノルマイネル・ウィルトスこのトルも同じ馬番に同じ名前が入っていました そして10レースと11レースでは、はややっこ、はこと、えコマバステイクスのコパ、コパのニコルソン。このコパ、パコというのも同じ馬番で同じ文字が入っていました。この3頭だけなんですね。<laughs> わかっていただけますかね。このはこ、パコパは、コマバスケ特別。コーマバですね。コーバ、コーバですよね。 えー、コパのニコルソンあいいなと思っていたんですねここで1は、えー、丹波岸の隣馬番でしたよね、えー、そして今度は箱,箱立て記念で箱箱て記念の箱早やっこ箱立て記念の箱だったんですね、えー、これがですね、えー、同じ馬番で10レースを使っちゃったんですね、えー、もう使ったのはいいんですが、えー、10レースで隣の枠の8枠も連帯をしているということを見ると どうしてもフェアリーポルカの方がいいんじゃないのか1番3番5番に同じ馬名がこう10レースと12レースに入れてあるどれを取るのかもうフェアリーポルカを取りました <laughs> はい結果は1番5番でした <laughs> えー、こういうねあのー、いろんなことを考えながらスカを引いてしまうっていうことなんですよね えー、まあ、来てもおかしくない1番5番だとは思います、えー、アイスバブルの隣のフェアリーポルカマイネルウィルトスそして丹内機種の隣の馬番の早役子隣枠のフェアリーポルカ隣馬番ですよね、えー、フェアリーポルカにも十分解明があったとは思っているんですが現実結果は1番5番が1,2着っていうのが先週の終わり方だったということです 当然負けたわけなんですが、やっぱり抑えるのはやっぱり1番3番、3番5番、この1、3、5っていうのはやっぱり買い目に入れながら、こう、買うのが良かったのかなと、今から思えば、まあ反省をしているわけなんですけど、えー、どその取り捨てをする理由っていうんですかね、こういうふうに1日、こう眺めていると、全体のレースが面白いんではないかと思っています。ということで、今週ね、中京記念の日も、誰が、 サイン機手になるのかどの馬がサイン機手になったサイン馬になるのか周りの馬名もを見ながら一日のレースを全部11から12まで書き出してどこに誰がどんな機手が入っていて一日どんな流れで一日が終わるのかというのをこう見てみると福永騎手の隣枠になるのか小沢騎手の隣枠になるのか 松山騎手の隣枠になるのか西村騎手の隣枠を使うのかという,ふうのが見えてくるんではないかなと思っています。えどうしてもねまた日曜日は私お仕事なので、えー、なかなかそこまでは読みきれない見てられないとは思うんですが一応人気の馬というのは来そうな馬は倍率はもう前日で分かりますので。 えこう隣に誰がいるのかどういうふうに終わっていけば一日流れるのかっていうのも大体見れば面白いのかなと思うんですね。えー、どこまで読めるのかどこまで楽しめるのかまあお金は出さなければ出さ,な出さなければ負けはしないので買う買わないは別としてですね一日の流れをこういうふうに見ていくのもいいんじゃないかなと思っています。 はい、えー、いかかがだったでしょうかあ先週の反省と今週の考え方と、えー、中京記念に向かってですねまだ出馬票が出ていない時に、えーまあ、これだけお話をすれば皆さんもですね出馬票が出た時に見やすいんではないかと考えやすいんではないかと思って一本動画を上げてみましたはいえー、まあどこかでね馬券が取れたらラッキーかなというふうに 考えていますというところでですね、えー、新しいこういう、えー、マイクのですね、マイクを買いました。えー、クワッドスター、わかんないな、ハイパークワッド、クワッド、<laughs> 一応、あのね、えー、なかなかいいんじゃないかなと思って1万円ぐらいするんですが、えー、マイクの調子はいかがでしょうか。ちょっとはよく,よくなったのかな。<laughs> はい えー、そんな風に毎週毎日楽しんでいます。えー、今週もですね、出馬表が出たらまた考えてみたいなと思います。今週も頑張りましょう。はいはい、ありがとうございました。